ザンデという男、ずいぶんしつこいようじゃな。殿下のもとへ奴を連れて行くわけにはいかん。この辺りで叩いておいた方がいいだろう。それも元々貴様の父がルシタニア人どもの手先になって国を売ったがゆえのことであろう。俺の父がルシタニアの手先になっただと、ふざけるな。兄を殺し王位を奪ったアンドラゴラス、その子アルセラ、血だらけじゃな。そのようなものカエルに値せん。我らより王たるにふさわしいお人、パルスの正統の王に仕えているのだ。正統の王じゃ。女じゃあ押し寄って。口数の多い男を使う。お前の分、並大抵ではないな。いずれ大陸に有名を馳せることとなろう。なんたるざまか。さあ、お前ら奴らを足止めしろ。絶対に逃すな。至る所に敵兵がいるな。私たちがペシャワールへ向かうのはよほど気に食わんようじゃ。殿下の身が心配だ。早く合流しなければ。北東の道は厳重な警備が敷かれております。しかし南東はまだ手薄、突破できるかもしれません。わかった。ならば兵を集め敵の包囲を打ち破るぞ。あれはパルス兵。向かう先はペシャワールか。私たちを探す網に不運にも引っかかったようじゃない。どうされる。見過ごすことはできぬ。救援に向かおう。櫓の兵士を撃たねば敵の攻撃は止められぬな。優先して奴らを狙うとしよう。ダリューン様、こんなところでお目にかかれるとは。助かりました。おお、逃げろ。異教徒だ。おえ異教徒が暴れているようだな。行くぞ。おお、助かりました。我らも協力いたします。お見事なご活躍です。さらばじゃ。まさか助けが来るとは思いませんでした。妖乙女ツニノよって許さんぞ。まさか助けが来るとは思いませんでした。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。南東の封鎖を突破できそうだ。俺に続け。リアルダボート神の名のもとに進め。素晴らしき武勇です。俺も見習いましょう。神に祈るがよい。さらばじゃ。まさか助けが来るとは思いませんでした。今日のところは引いてやる。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。ミスラ神の名のもとに。お前ならば必ず多くの敵を打ち倒せよ。期待しているぞ。
ザンデなる男の力は凄まじい。強さだけで神に祈るがよ。カーランより上かもしれん。銀仮面の男といい、ザンデといい、一筋縄ではいかぬ敵ばかりだ。この命に変えても殿下を守って差し上げねば。ダリオン卿、止め図に乗りよって許さんぞ。リアルダモート神の名のもとに進め。活躍してみせます。神に祈るがよい。さらばじゃ。街道を抜けるだけだ。ダリュン、今度こそ貴様の首を取り、父の無念を晴らす。仕留められなかったか。惜しい惜しい。思考術か。厄介じゃな。なんだあれは。魔導の術じゃ。てきめ、あのような輩を飼っておったとはな。貴様、あなたと主を同じくするのに手を貸しますぞ。だが勝手にしろ。貴様を倒すのはこのザンデだ。三奪者の子に仕える貴様らは逆賊に過ぎ。神に祈るがよい。我らさらばじゃ。真のバルスの中心だ。貴様らの主が何者であろうと、殿下の羊がどうであろうと関係ない。俺はあの方を守ると決めている。奇妙な術ばかりを。あの地光術の男を倒さねば。ダリオン卿が危うい。神に祈るがよい。さらばじゃ。くそ。とどめだ。殿下は傷つけさせん。ダリアン！
すると思うな。殿下、申し訳ございません。殿下を危険にさらしてしまうとは。大丈夫だ、怪我はない。エラムのおかげだ、ありがとう。いえ、それよりも殿下は軽はずみな行動を。まあとにかくいつもダリューンに助けられているのだ。たまには私がダリューンを助けてもいいではないか。ところでギーブは。ああ、ファランギース殿、さぞやこのギーブのことが心配で眠れぬ日々を過ごしていたことでしょう。心配など全くしておらぬ。天上の神々を騙してでも生き残りそうな男じゃからな。ギーブ様、合流できてよかった。やはり私のそばにはお主がいなくては。ありがたいお言葉です、殿下。うむ、王位など関係ない。俺はこの方自身のために剣を振るい続けるのだ。ペシャワール城塞まであと少しだというのに。目的地が分かっているからこそ待ち伏せする方はたやすいのでしょうね。いくら包囲網が的確であろうと。殿下は私がお守りします。前も後ろも敵だらけじゃん。殿下、南に砦があったはずです。まずはそこを目指しましょう。わかった、急ぎ向かおう。ペシャワール城まであとわずか、誰一人負けさせない。これほど遠くまで来たのは生まれて初めてだ。大陸は広い、私が知らない土地もまだまだあるのだろうな。殿下は伝説の都市をご存知ですか。ファルス国の西南の虚無の砂漠の向こうには伝説に語られる聖堂都市や円柱都市があるそうです。私は大人になったらそこを訪れ、失われた歴史や伝説を学びたいと思っています。それがエラムの夢。エラム、いずれお主が調べた歴史や伝説を私にも教えてくれ。殿下が王様なら。ぜひ頼む。殿下と随分仲良くなったようだな、エラム。そのようなことは。